はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。本日の15時に更新が来まして、結構いろいろ更新来てますね。まあ通常で中継ぎが追加、A ランクでショートが追加、ショートの追加でかいな。で戦力強化スカウトが来てます。まあこれは無課金とか美課金の方は引かない方がいいと思います。で面白いガチャが来てまして、1人2回まで、球団別スカウトが来てます。ちょっとこれは後で見ていこうかなと思います。で、今回は、その、ガチャ更新があったことと合わせて、俺の球場飯の、累計回収が終わりましたので、 S ランク契約書引いていこうかなと思います。それと、いろいろあんな。今現在プロスピ交換会で第3回の抽選期間になってます。で今回第3回ではこちらの選手を、出しているんですが、今回の動画では第4回に提出する選手を1人だけ発表しようかなと思っております。それじゃあ最初追加されたガチャの方から見ていきましょう。で、普通のプレミアムスカウトの方では、通常で追加された中継ぎの選手が紹介されてます。まあヤクルトが今野、阪神が渡辺、巨人が高梨、広島が矢崎ですね。で中日が清水、ベイが田中、オリックスが近藤、ロッテがゲレーロ、楽天西口、ソフバンがつもり、ファイターズが玉井、ライオンズが本田と。今回一番の注目は巨人の高梨かな。シリーズ1と比べてフォークがなくなってる、球種としてはフォークがなくなっているんですが、第2球種の高速スライダーのキレが F から D に上がってるんですね。これがめちゃくちゃでかいかな。正直高梨でフォーク投げる人ってあんまいないと思うんで、そこまでなくなったことに対してマイナスではないんですけど、この第2球種の高速スライダーのキレが D に上がってることがかなりでかいかなと思ってます。高梨、この高梨いつでも当たっていいように A ランクは1枚か2枚ぐらい取っといてはいるんですが、高梨中継ぎで欲しいなと思ってます。多分欲しいなと思ってる方めちゃくちゃいると思いますね。で今回追加された球団別スカウトになるんですが、1人2回まで、多分各球団2回までってことなのかな。この10連スカウト10人全員その球団からしか出ないっていうガチャになってますね。これ正直、まあ、20連やって S1 枚は確定なんで、まあ最初始めたての人とか、あとは純正ガチでやってる人が欲しいの、が引いてもいいのかなと思うんですが、これが12月22日の12時59分までで、でこの1時から多分3時までがメンテナンス期間で、それがメンテナンスが明けてからがダルセレが来ると思うんで、このガチャはねだいぶいやらしいタイミングで来たなっていう印象ですね。ですのでダルセレ今回引く気ないよっていう人で、純正でやってる人とか、この球団のこの選手が欲しいかなっていう人は引いてもいいのかなと思うんですが、私は引かないです。ダルセレにかけてるんで今回は。ですのでまあ今現状で各球団 S ランク13人出てるんで、この中から1人出てくるっていう感じですかね。欲しいの難しいな。まあ、ダルセレ控えてなかったら引く人はいるのかなっていう感じですかね。多分このあとダルセレが来るんで、なんで引く人いないのかなっていう感じです。もうあと数日我慢すればダルセレ引けると思ったら、もう皆さん我慢した方がいいんじゃないかなと思います。そしてじゃあプロスピ交換会第4回提出する選手の発表をしていきたいと思います。
今回第4回提出選手2022シリーズ1和田剛極み、称号攻めの投球術ついてます。まあこれ外したら全同値なんですけど、一応つけてます。ですので和田の極み欲しい方、ソフトバンクの純正やってて和田持ってない方、2022交換ボックスはソフトバンク出してください。むしろ千賀出してください。お願いします。で、ここ最近口うるさく言ってますが、チャンネル登録者数が300人いきましたら、最終日第6回の2022同チーム交換ボックスで、アニバーサリーギター出します。それと加えまして、最終日までに登録者数350人いきましたら、ランダムボックスで源田の極み出します。それと加えて2022交換ボックスで松本剛の、スパークコラボ、この3選手を出したいと思います。現在チャンネル登録者数がこの動画を撮影している最中ですと226人になってますので、あと74人ないしは124人、いや350きついかな。できれば300の方は行ってもらいたいかなと思ってますので、まだチャンネル登録してない方、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後に、今のイベント俺の球場飯の累計回収でゲットしました S ランク契約書を最後引いていこうと思います。狙いはもちろん2022シリーズ2の吉田正尚1点狙い、お願いします。なんか久々、こい、誰や、マー君、ナイス、いいね、マー君これ継承しよう、よっしゃー、はい、最高の契約書でした。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日の動画で会いましょう。バイバイ。